はい、じゃあね、大体時刻がまあ9時ちょい過ぎかな。でね、サンタクルーズミートが2日間にわたって終わった。でね、今も帰ってきてないけど、まあそれは疲れたけどさ、でもそんな疲れたとか俺言いたくないし、ちょっとそれよりもちょっとなんか本当今日米の違いやったり、なんかまあなんかこう感じたことがすごいね、多分あるやろうし、そういうのを少しちょっと話していけたらいいかなと思う。じゃあ、俺からだけどね、だろ。俺はね、もうすっごい昔のコーチに会えて、なんかこう忘年会じゃないけど、なんかそんな感じでこう試合に臨めたのはなんかすごい嬉しかった。でもなんか公園8人を連れてきたのか、何でも言うてくれとかさ、なんかそんなの言われたらもう嬉しいし、じゃあそれをさ、じゃあなんか俺は九州に、この間九州カップに行ったけど、別に俺そんなこと言われないし、あ、来たんかくらいやし、遠くからどうぞ、うん、でもやっぱね、これがどれだけのことかっていうのは向こうのこともほら、うん、やっぱアメリカの方で分かってくれてるし、ね、いい話もできた、ほんと情報交換、なんかそれはすごい、うん、なんかまだいっぱい気づきがあったけど、なんかそれが今一番上に来てるかな。あとはやっぱりね、こうコーチの熱量も結構俺違うんじゃないかなと思う。多分さ、まあ、俺もいろんなこう全国に行ってもやっぱりこうコーチってとかって、早い遅いミーティングしてもなんかこう、なんかなんて選手ね、暗い、なんかこう見せてるじゃない、見せてない、なんかこうはっきり言って、なんかそれになんか俺は熱量ないと思うけど、じゃあ例えば応援とかさ、呼吸の時に本当コーチがやっぱこうやったり、こうやったりさ、こうやったり、なんちゅう、あとやっぱこうレース前とかもね、こうすごいこう相手の目を見て、なんかこうなんちゅう、最高かみたいなとか、レース直前でもさ、レッツゴー、レッツゴーなんとかとか、あの人の名前を呼んであげたり、あと終わったらやっぱ当然ナイススイムとか称えたりっていうのは、なんか久々見たし、なんか俺もこう思い出したじゃないけど、うん、やってしまったね、うん、だってそれあれなのかと普通だと思うし、ここじゃん、うん、ちょっとなんか俺も喋りすぎるけど、ちょっともう次にしようか水上先生、今日も大活躍でしたけど、ね、そうですね、まあ、違いっていうか、まあ、選手はなんていうんですかね、まあ、普段の試合とかだったらやっぱりこう隣のレーンだったり、まあ、同じ組とかは、まあ、大体知り合いが並んだりして、うん、まあ、それこそあんま、まあ、もちろん緊張とかあると思うんですけど、そんななんていうんですかね、まあ、勝負ってなってもあんまりこう思える感じないかもしれないですけど、こう異国の地でもう全く知らない人が隣同士にいて、こうなんて、まあ、インカレとかそういう場面が多いと思うんですよね、日本選手権とか、普段泳がない人が隣にいて、でそこでしっかり勝ち切ってくるっていうレースが何本も見られたのはすごい、まあ、選手としても良かったかなと思いますし、はい、まあ、あとは昨日選手も言ってましたけど、こうまあ何て言うんですか、招集所がないとか、今日だったらこう組で、まあ、長距離長距離でこういきなりレーンが変わったり、組数が減って自分のレーンで泳ぐはずが違うレーンにめっちゃ変わるもんね、はい、あ、本当それはあるわ。だその時に、まあ、こう同時に結構日本だとスタートリストがあって、もうすごい何十分前、それこそ何時間前とかにもうスタートリストができて、あ、もう私はここのレーンを乗るんだとかありますけど、今日の前だと本当にスタートの30度前ぐらいで急に、だって日本なんて椅子まで用意されてもね、今思えば、うん、で名前も別に呼んで、ね、いたら 10分前くらいに呼んでくれて、そう、声援もなんか、なんか置くなんか顔みたいな、声援を濡らすためのバケツまであるしなんちゅうかね、そこまで整えすぎてるかもね。そうですね、はい、そういう中でしっかり自分のベストパフォーマンスをできたっていうのは評価していいかなと思います。確かに、いや俺ほんとね賢くなったと思うわ、みんな。そうですかなり、まあ、まあまあ違うと思うけどね、はい、勝っても、はい、成長しましたね。あ、ケイスコーチは何か
や、まあ、その昨日選手が話していることとか、まあ、水上先生が話していることとか日米の違いはあると思うんですよ。で、今回そのコーチとして参加して、まあ、実際その浅野コーチと一緒に行動させてもらって、例えばもうすごいプールサイド近い位置でまずレース見させてもらえる。さらにそこにいると飲み物だったり食べ物だったり食べれる食べれる、信じられないですよね。プールサイドでもう食べていい、飲んでいい、まあ、それが日本じゃ普通じゃないじゃないですか、うん、そこら辺もびっくりしたし、ランチも食べてたし、まあ、すごいな、まあ、いろいろなんかそのコーチにそれには大変な資格が必要だとかいう話もあったと思うんですけど、まあ、全然違うなっていうこと。あとはコーチもそうだし、まあ、選手もすごいそのレースしてる選手の距離がものすごい近い、だから選手が選手の応援するのもすごい伝わるし、コーチが選手の応援するのもすごい伝わるし、そこの距離感がまあ近いっていうのはなんかすごくいいなっていうのを思いましたね。やっぱコーチっていう仕事は確立されとるよね。だって多分ね、全員あれってコーチだけで俺お金もらってると思うし、きっとあの周りの地域来たので1時間ぐらいかけてみんな来てると思う、まあ、そもそも大きい試合でもあるし、でその、うん、遠征しに来てるし、それはみんなやっぱもうザ・コーチで、うん、ザ・自分の手腕を見せに多分来てると思うし、なんかあの空間っていうのは全員が腕試しやったり、うん、なんかそういうのしに来てる感じがあって、なんか俺はすごいこう、まあ、そこに立ってるだけでなんかこう、なんていうの、まあ、なんかちょっとね、気分いいよねやっちゃうよね、うん、どんだけコントロールして、どんだけコーチングして、あのうちの選手をもうちょっとでも早く動かそうかみたいなのが、うん、もうしかもこれ、それが生に出るし、多分で、あとその環境とかもこう、うまく気にしてね、コントロールしてあげたりってこう、俺らもね、こう決まってるとこでこう、行ってこいじゃなくて、じゃこれはこうなんか寒そうやけん、なんかこうしてみようとかさ、そういうことも少し考えれるのは、なんかこう、講師として結構幸せな空間やったんじゃないかなと、うん、俺も思うわ。やってることバラバラでしたよね、なんかこう、すっごい情熱的なコーチもいるし、うん、テクニカルなことをすごい一生懸命教えるコーチもいるし、うん、なんかすごい、なんか間近でそういうのも近くで見れたのがすごいいい経験だ。あとあれどう思う？みんな、早く帰りたいコーチ。あれもまあオフィスの審判の人とかもうとにかく早く終わるように、まあ選手ファーストでいいと思うんですよね、本当に、まあ、選手はそうしたいと思うし、多分コーチたちもそうしたいと思うし、それをなんかあれですね、コーチミーティングでちょっとコーチの意見を聞いて決めてるっていうのはなんか日本にはないシステムだな。今日ね、ちょっと俺は少し面白いなっていうか、まあ久々、あ、そうやな、こんな感じやな、まあ合理的やなと思ったのは、その予選がまあ2時に終わりました。そして、決勝が、4時半にあります。で、一応まあ、その2時、じゃあ1時半くらいに、あ、じゃあもう午前中の時点かに、その決勝、予選の最後の1000メートルのフリーがあるね。でそれもう男がもう多分女の子は3人で、男がもう5人くらいで、普通こう女のその3人が終わって、まあ、あと5人とかするんだけど、それだったらもう一緒にしちゃいましょう、それでいいですかダメですかっていうのをまずコーチに聞くわけで、当然みんな OK で言う、それだけでも時間縮まるでしょ。で本当は4時半にするよって言うけど、じゃあそれするから あと4時しませんかって、誰かの人のコーチの人が手を挙げて言ったわけ。ほんみんなそれに賛成で、一応オフィシャルの人がその20人くらい集まってるコーチに、じゃあ今の意見いいね、一応4時半予定だけど、4時にできたら多分4時にします、でそれは後に報告します、それでもいいですかって言ってちゃんと拒否させて、半分以上集まったらもう GO、 だけどどんどん試合時間も変わるし、どんどんルールも変わるし、しかもそれに、どんどんこう合わせていくっていうのは面白い、うん、本当やっぱりね、日本、うん、決まってるな、すべてはっきり言って、うん、昼休みはこれたらもう変わることはないし、うん、それあとね、もしかしたら
中にはもう苦しいやつもいるし、はよかれたやつもいるし、なんかそういうちょっと俺アメリカのこう本当にすぐこうルールが変わっちゃうとかいうのはなんか今日久々面白いなと思った。あ、もちろんはよかれた、それは、まあ、それが当たり前だからできるんですよね、それが当たり前だから。あとはね、ちょっとこうショックかもしれんけど、基本的に土日試合があっても、月曜は、練習どうもどこもどこもと、なんか実は日本だけかもしれない、基本月曜はあるでね、実はね、あ、今日一応日曜日で、月曜から、いつまでだろうね、トニーのとこに行くんやけど、パシフィックスイミングアワードの一応コーチオブザイヤーでピークのコーチだったアビールのところに、今回選手を送ってやる。まあ5時から7時、まあ明日学校、ああまあ知らん、まあ、あるかないか知らんけど、多分でも俺らが本当あの10人で行くけどね、向こうも何ちゅう見せてくれるよきっと俺たまにいるよね、こうせっかくの人が見に来てくれるのにさ、あります、ね、普通の練習見せる目に、うん、でもさやっぱ俺でもするよ、なんか誰かゲストくれたらとびっきりの、うん、メニューはやっぱ出すし、とびっきりの説明するし、それはよう見てもらいたいけどね、俺多分してくると思うよ楽しみ、どんなことやってるのか、結構見ない、俺もずっと知りたくてさ、うん、やっとタイミングがあってなかなかって感じ、ちょっとまあワクワクして明日会うと俺はもう練習つかんだよね、見ることに集中して、まあ、いろいろ聞けたらいいかなと思う。ちゅうわけで終わりましょう、はい、もう寝よう早く、はい、バイバイ、おやすみ、さらば。